それでもともとは自分はすごく明るい性格なんですけれど、だからこそ悲しそうな人見つけたり苦しそうな人見つけたりすると、どうやって寄り添おうかなっていつも悩んでいる時に、まあ私はたまたま役者さんのお仕事をしているので、その声にならない人の声を届けられる役者になりたいなっていうのはずっと思っています。それのエネルギーが悲しみになるのかもしれないです。我有看到，其实你本人就是一个很爱笑又很开朗的人 ，but 西卡西，但是你常常在戏里面又演一些很忧郁，然后呢，好像经历过很多挫折，然后有很多故事，然后大家觉得不知道啊，好可怜的角色，为什么会有这么大的落差？是不是导演们或编剧们有看到你不一样的一面呢？还是其实你也有我们看不到的那一面呢？若い役者さんを始めた頃に。ちゃんと自分の役者人生にテーマを持っておこうって、まあ決めすぎると自分自身をこう固めてしまうので、決めたというよりかはこうなんとなくこうふわっと自分の中に掲げていたことなんですけれど、街の中にあふれている言いたくても言えない人の声とか、泣きたくても泣けない人の声とか、苦しくても苦しいと言えない人の声を自分自身の体で体現できる役者さんでありたいなと。涙を流す場面とかはもちろん物語に沿ったりもしますけど、世界中の悲しみが今全部私が世界中の悲しみを泣いてやるって気持ちでいつもいる。そういうのはなんか自分のこうなんか役者人生のテーマに掲げているのかもしれないですね。それでもともとは自分はすごく明るい性格なんですけれど、だからこそ悲しそうな人見つけたり苦しそうな人見つけたりすると、どうやって寄り添おうかなっていつも悩んでいる時に、まあ私はたまたま役者さんのお仕事をしているので、その声にならない人の声を届けられる役者になりたいなっていうのはずっと思っています。それのエネルギーが悲しみになるのかもしれないです。我觉得他的确在角色里面投注了非常多的爱意啊，然后对，请记得拍我，不要这时候不要拍我，所以骂在哪？所以骂在哪？因为我可以感受到你对这些角色有非常多的爱意，而这些爱意是透过你的演出，然后又透过了荧幕传达到我们观众身上的所以拜托真的不要。今天主角是他。对。但是我可以很清楚的感受到你传达出来的对这个世界跟角色们满满的爱，所以非常谢谢你。